怖い。Wow! That father is 10 men perm! さあ、今日のスタートポイント到着です。さあ、到着しました。今回のポイント。まずはランチするべさ。もう車中泊ビギナーの人たちには申し上げます。まあ、今回僕たちが泊まるところは完全にワイルドスタイルなので、トイレがございません。なのでちゃんとね、トイレもマナーを守った様式でやらないといけないというですね、非常にエキスパートな環境ではありますので、あまりというかほぼおすすめはいたしません。あ、でその下に目にこのランタン、いやもう下がね、硬くてダメだよ。いや、もう硬くてダメだよ。さーて、パーティー会場設営が完了し、さあ今夜の車中泊キャンプ会場このようになっております。今ですね、女子チームがナンを作っております。カレーで食べるそうですね。いい感じです。さあ今夜も焼いていきましょう。ガーリックシュリンプも完成しております。いぶきシェフによる今ナンが焼かれておるんですね。それはナンナン？ナンナン？ナンナン？あ、小鳥さんは何やってるんですか今？回してるんですかピザ？父ちゃんめっちゃ頭でっかくなったじゃん。てってれー。今日はですね、だいたい気温は22度、21度、風は北東風、非常に涼しいです。茨城はまるで気候が違います。さあ続きましては鶏手羽 BBQ。 青、どのお肉が一番好き？肉？うん、普通にできればこのバーベキューのメニューから言ってくれると嬉しいな。明太子。明太子焼いてない。チビたちが作ってくれたナン、そしてさまざまなフレーバーのカレーをみんなでディップディップしながら食べてみたいと思います。プラウンマサラ、そしてこちらがザクチキン、サグチキン、ボレチキン、そしてマッサマン。これでは4つのフレーバーのカレーをみんなで、焼きたてのナンで。このナンを作ってくれたのは小鳥選手と伊吹選手です。これ一番あの甘い甘いカレー。どう伊吹さん？うまーい。美味しい。リッピンリッピン食べます。うん、うん、美味しい。うん、これすげえ本格的なカレー。なんとカレー巨大だよ。ほらファイナル花火でかいね。俺たちの夏はまだ終わらない。今夜の寝床です。もう綺麗にあれだね、ベッドメイキングしてくれましたね妻。車中泊ベッドメイキング歴20年。長いね長いね。おはようございます。早起きはお得。まあまあできそうかな。ポチポチ、いまいちロングをやってこようかな。早朝サーフィン行ってきます。
おう、さおい、遊ぼうぜ。一緒にやるぞ、あお。本当に乗ってるつもりで。どこ？ギューって声かけてみ。あれか？あっち。おい、はい、せーの。さあ、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 さあ。撤収完了。イプティさん、はい、初めての車中泊いかがでしたか？快適でした。車中泊デビューイプティさん、車中泊のエキスパートガール。彼はですね、ノグソのスペシャリストとしても有名です。どこでもノグソができます。こんな感じでもうビーチの目の前でできるシークレット車中泊ポイントでした。さあ、それではいつもこの時間が嫌いです。さよならの時間です。小鳥さん、いぶきさん、ハグをしてください。せーの、ぎゅー、はい、またね、ぎゅー、またね、いぶき、バイバーイ、 See you、 バイバーイ、バイバーイ、寂しいね、小鳥。さて、ここは大洗温泉、温泉スタンドです。じゃん、ここでなんと温泉を買うことができます。10円で40リットル。僕たちみたいな一般な人が買いに来るとこじゃないのかもしれないね。それでは温泉ゲット。おお、あ、別に熱くはないんだ、温泉なだけで。あ、でも色ついてるよ。そうだね。え、あったかくはない？俺もてっきりあったかいと思ったんだけど、ちっともあったかくないね。でも毎回毎回さ、以上です。この温泉は現役のまま使用するとボイラー等に影響がありますので、必ず5倍、10倍薄めて使用してください。はいはい。まずはアボカドとトマト、ツナサラダ。ツナサラダからいただきマックス。ホッケ、いただきます。うん、いや、すごい美味しいよこれ。ここは音楽鳴らしてももっと言われない。ちょっと形に聞きたいなと思うよ、妻よ。はい、米だな。はい、行ってみましょうか。鍋で炊いた魚沼産コシヒカリ特別栽培米。行ってみましょうか。はい、オープンだ鍋。わー、すごいふっくらしてる。そうでしょう、これ。え、絶対うまいよこれ。やるじゃん妻。ゃやばい、これ見た目やばいよ、見た目。めっちゃふっくら、ツヤ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 。いつからそんな米上手になったの、あなた。20分で炊けた、しかも。
はい、え、なにこれ、美味しすぎる。そしてオンザビーチ、このマジックがかかってると思うよ。やるじゃねえか、妻。嫁にもらってやってもいいぞ。もうもらってる。あ、嫁だった。朝4時半です。目覚めてしまいました。みんなはまだ寝ています。やっぱりこうやって家族4人が並んでくっついて寝れると、それだけであったかくてすごく快適に寝れます。さて、二度寝します。おはようございます。二度寝王子してしまいました。あ、おはよう。スープを作りたいと思います。朝ごはんは手抜き。海で食べるごはんは何食っても美味しいよね。おい、はい、小鳥さん、遅いよ。大洗の温泉シャワーいかがでしたか？寒い、そりゃそうだ、冷たいからね。なんとなく温泉効果があるような気がしますか？一つもしない。匂いだけだね。俺もそう思うよ。ビーチに入れるようになりました。英介です。やっぱマッドスターかっこいいね。素晴らしいね。砂地はちっとも怖くありません。それにしてもかっこいいね、マッドスター家が大変なことになってしまいました。車バックしました。そしたらバックをしすぎてしまいました。今ね、はい、こんなことになってしまいました。オーマイガー、これもいい思い出だ。お風呂入って帰ろうぜ、みんな。こんな風になっております。ただいまですね、JAF 呼んでおります。でね、どんどんね、潮がね、来てんの、こっちに。上がってきてんのよ、こっちに。ハイエースから海までの距離は、はい。いや、5メートルだな。5メートルか10メートルぐらいね。はい。なのでね、危険の状態ですね、今ね。はい。やっちまったよ。今、JAF の方が来ていただいたので、これから救出していただきます。僕の人生初のジャフさんです。よろしくお願いします。さあ、無事に上がってくれよ、エスケ。頼んだぞ。すごい、あの車めっちゃパワーある。すごい。ああ、よかった、ここまで来れば大丈夫。あー、よかった。助かった。一安心も。こちら結構来られるんですか？ここはね、結構来ます。はい。ガンガン入っていただいて。怖い。いやー、小鳥さん。はい。えらいこっちゃでしたね。大変だったでよ。無事脱出できましたけども、小鳥さんは結構ドキドキしましたか？あんまドキドキはしない。母ちゃんが一番ドキドキしてた？してた。まあ、とりあえず無事に脱出できましたので、入りましょう。
最後まで安全運転。車も無事救出できたし、誰一人怪我することなく帰路につける。これが一番大事です。Dude, that father is 10 men permed!